この映像はプールで遊ぶ女の子に深く執着をしている例ではないかと鑑定士に見てもらった投稿映像である。投稿者はここに映っている娘の父親だが、この不可解な映像に気づいたのは娘の祖母だという。その祖母は昔からお盆には海や川や湖、プールなど水遊びをするところには行かないようにいつも忠告をしていた。孫の娘にもその忠告をしていたのだが、時代も変わり、今では夏休みを利用してプールに行く家族は特に気にしないでいるようだ。この映像が撮影されたのは十数年前の8月のお盆時期だという。祖母はこの映像を見つけてはあの世から足を引っ張りに来たのだとはばからない。まずは見ていただこう。そこでいいでしょ。お気づきになっただろうか、プールではしゃぐ女の子に忍び寄った不気味な人影。見方によれば水の中に引っ張り込むチャンスを狙っているようにも見える。もしそのようなものの仕業なら大変な話だ。そこでいいでしょ。お分かりになっただろうか、女の子の後ろに張り付いた女性とおぼしき姿。鑑定士は母親に虐待を受け死亡した女の子が家族愛を羨みこの賑やかなところに徘徊してきたのだろうという。もし本当にそうであれば危険な映像とも言えるだろう。スローモーションで確認しよう。